補正予算編成しませんか。この緊急事態宣言を出した4月23日に総理は明確に短期集中で終わせるから補正予算を考えておりませんと答弁がありました。事情変わってますよ。補正予算の編成もこれ柔軟に検討すべきだと思いますが、いかがですか。予備費もしっかり打っておりますので、緊急のものにはそれで対応できると思っています。 GDP ギャップは多分30兆以上になると思いますよ、西村さん。40兆になるかもしれない。単に何か埋めるんじゃなくて、中国が今年も 8% 以上成長しますよ。アメリカももう急速に成長します。海外との経済格差や国力の差もどん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 ついているという緊張感が菅内閣にはないんですか。それも含めて緊急経済対策を組むというマクロの視点がないんですよ。だから私たちは30兆少なくとも補正予算を組むべきだということを4月23日の時点で提案しているんです、総理。これ一回検討してください。いろんなことが言われてますが、少なくとも外国のお客様は入ってこない。そうするとまずその収益は吹っ飛ぶわけですね。あんまり議論されませんけれども、これものすごい資金不足になるオリンピックになるんじゃないですか、無理してやると。で、立候補ファイルの中には一義的には組織委員会、そして都がやる。でも最終的な穴埋めは国がやると言って、最後国民の税負担が生じる可能性だってあるんですから、この国会で財政民主主義の観点からちゃんと説明してください。無観客の場合、想定される資金不足について、合わせて最終的には国民が国が負担する可能性があることについて答弁を求めます。東京大会における関係数については、先日4月28日に、5者協議において、国内感染の状況も踏まえ、スポーツイベント等による人数上限に準ずることを基本として、6月に判断をする、このように合意しています。東京大会の運営方針や収入と支出なども含め、大会運営の主体である組織委員会で現在、さまざまな想定をしながら準備を進めているものと承知しています。いずれにしても観客については、今後の国内外の感染状況も踏まえて、安全、安心な大会とすべく検討していきたい、このように思います。まだそんな状況なんですか。だって海外のお客さんも入れないこと決まったじゃないですか。少なくともその分収入は減るし、またバブルとかなんとか言ってですね、厳しい感染症対策するんだったら、その分の予算はかかりますよね。オリパラアプリの73億円だってかかるわけでしょ。それに加えてなんか似たようなやつをまた組織委員会でまたシステム発注して人も雇おうとしてるんですよ。知ってますか。今日平井大臣いないんですか。今後大臣ご存知ですか、こういうの。だからね、ちゃんとこの収支のこともやらないと、もう何でもかんでもやればいいってもんじゃないので、きちんとやっぱり検証すべき。十分な医療提供体制ができるのか、そしてこの財源調達や資金不足の観点からもできるのか、少なくともですね、IOC に我が国民の税負担や命を委ねるわけにはいきません、これは。で、開催国契約の71条では、想定されなかったことがあったら、組織委員会からその必要な変更については IOC に求めることができる規定があるんです、総理。で、総理は組織委員会の顧問会議の議長ですよ。もし、我が国の公衆衛生、国民の命や健康、そして納税者負担に影響があるとしたら、それをきちんと組織委員会を通じて IOC に言うべきじゃないですか。最後、答弁求めます。組織委員会の議長としての立場として、必要なときは必要なことを言うのは当然だと思います。はい。命と生活を守ることを最優先にやっていただくことを求めて質問を終わります。